上町大地とは、大阪平野を南北に伸びる、丘陵地、大地である。北部は、大阪市中央区の南馬宮跡、大阪城付近、天馬橋のあたりで、そこから、緩やかに小山を形成し、天王寺区上本町の大阪上本町駅付近で、大地の頂に達し、そこから、下りとなって、安倍の区周辺を経て、南部の住吉区、住吉大社付近に至り、 その辺りで、ほぼ平地になり清水急を持って終わり、長さ約12キロメートルに及ぶ。大阪の歴史の発祥地であり、要所である。大地北部に立つ大阪城大地の生誕の崖線に、ある坂の一つ、源の清してら坂大阪地域の本格的な地質調査は大大阪時代末期の1930年代に、遡るが、資料の大半が繊細で失われ、信頼できる。 大阪平野全域の奇跡層の規定等身線図が日本建築学会により作成されたのは昭和41年になってからである。上町大地は鉱石大地であり、大阪層群の上に成立する中位団級層である上町類層を基礎としている。北部の天馬層とは地質学的に不整合であり、上町大地の北端は大阪城と考えられる。また、 大地の全容は、古地図や戦後実施された大学や行政、また、高層建築物の建設際の地盤調査の際に、行われるボーリング調査等の地層断層検査などの、結果から5世紀頃において、すでに差しとして形成されていたと予想される、高地部分を、上町大地と推定している。上町大地は、縄文期には東西を、川地湾と瀬戸内海に挟まれていた。 半島上の差しだったと考えられており、弥生期から現在に至る期間を経て、第一東部は、淀川、大和川水系から運ばれる大量の土砂が堆積し、河地湾が河地湖、湿地帯を経て、中石平野となり、第一西部も同じく河川の働きにより、大阪市の中枢部を含む平野を形成するに至った。第一東部への下りが、比較的なだらかなのに対し、 大地西部への下りが急峻であるのは、大地東部が、淀川、大和川水系の上流に位置し、土砂の堆積量が豊富なためで、大地西部は、標高が低く、大阪湾平均水面より低い0メートル地帯が、広く分布している。なお、大地の標高は最も高い大阪上天四角跡で38メートルであり、北部はストンと淀川水系の大川に落ち込み、 南部へはなだらかに下り北の大阪城、大手町付近で24メートル、中央部の天王寺交差点付近で16メートル、手塚山付近で14メートルの標高を保つが、南部のモズチ南方から急速に標高を失い、住吉大社付近で6メートルとなり細い川を越えた、第一南端の住吉区清水急では、標高は2の3メートルとなっている。なお、 大地の範囲を4天王寺付近までとする見解もあるが大地表層の開発利用状況から見ての明治期以前に開けていたか否かを分岐とする考え方から来ているものと考えられる。そもそも江戸時代までは河内を形成していた山和川が柏原から北へ蛇行し現在の東大阪市から大東市あたりに大きな池を作り現在の天馬橋のあたりで 淀川と接合して海へ流れていたことから、上町大地の北の橋は大阪市中央区天満橋あたりであり、南の橋は住吉区の神田付近までに渡る。行政区としては中央区の東部分、天王寺区、安倍野区、住吉区北端と南部の一部に渡っている。上町大地上には山や丘という地名が多く、北から天王寺区の真田山、北山、 桃山、夕日宮、茶臼山、安倍野区の、生命宮、丸山、住吉区の、手塚山、清水宮と続く。うるむきの上町大地は、河内湾に突き出した半島上の大地であったと想定されている。その東側は、河内湾とされ、河内湾が淡水化されていく、河内湖の木。大阪湾の北岸は、千里丘陵のすぐ下。 水田市の豊津や高浜といった地名があるあたりにあり、そこへ上町大地からのさすが大阪市の東三国か、水田市の江坂あたりまで伸び、淀川や大和川の流れ込む河内湾と大阪湾は、たるというわずかな幅の水路でつながっていた。そのため、時代が下がるにつれて、河内湾は河川水による淡水化が進み河内湖となる。仁徳天皇は、 河内湖と大阪湾をつなぎ、川から海への水運や河内湖の排水をスムーズにするため、現在の天満橋の辺りでサスを掘って、河内湖と大阪湾を直結する南場の堀江という運河を作ったと言われている。大和川改作の名残家庭地と茶臼山なお、途中で大地が途切れているのは、掘割工事や河川の付け替えが行われたためとされている。 江戸時代の山和川付け替えが典型的な例であるが、それ以前にも上町大地を改作して、河内の水を大阪湾に流そうという試みはあった。南波の堀江の他にも、延暦7年に、和気清丸が山和川の水を大阪湾に流すため4天皇寺の南を改作しようとしたが失敗したとされている。天皇寺公園北側の茶臼山にある家庭地や、 付近の谷町筋の起伏、堀越町という町名などは、この跡地と思われる。四天王寺が乱図古くから大阪湾に突き出した高台であった、この土地の先端には、生国魂神社が存在しており、西日本各地や中国、朝鮮との交易が盛んになるとともに次第に重要となる。昭和62年夏、上町大地の北端で、 古墳時代の五世紀後半と推定される高床式倉庫群が発掘された。発掘された倉庫群は16棟で、東西方向に2列に並んでいる。倉庫のどれも同じ構造で、平面規模も一辺10メートル9メートル前後と同じで、薪と向きに配置されており、建物の間隔も同じである。16棟の合計床面積が、 約1470平方メートルもあり、租税としての米をもみで入れるのか稲束で入れるのかの違いがあるが相当大きな収容量であったと推測される。5世紀に突然、上町大地の北端に大規模倉庫群が建てられたのか疑問が残る。この遺構は、法円坂遺跡として国の史跡に指定されているとしての指定。神武天皇は即位前、 南馬崎に小国魂神社を創建。古墳時代、応神天皇の南馬大隅宮、仁徳天皇の南馬高津宮以後、上町大地には、近明天皇の南馬宿津宮、皇徳天皇や聖武天皇の南馬宮などが、営まれた。飛鳥時代に入り、日本初期では、水古天皇元年に、聖徳大子が四天皇寺を南馬の荒見捧ぎに建立するとある。以後、 四天王寺の西大門から何わずに沈む夕日を望む西方浄土信仰と重なり、仏教信仰、とりわけ浄土信仰の流星と共にその中心地の一つとして栄えていくこととなった。四天王寺や住吉大社、熊野に詣でる人たちは、上町大地の西にあった渡辺津で船を降り、そこが熊野街道の起点であった。四天王寺から熊野街道、 甲信街道などが走り多くの人たちが救いを求めてこの地を往来した。平安から鎌倉、室町にかけては、この渡辺津と四天王寺周辺が大きな商業都市として栄えている。渡辺津は佐賀源氏の源の綱を外する渡辺氏をはじめとする武士団の生まれた場所でもあり、彼らの水軍の拠点として瀬戸内を束ねる場所でもあった。 ちなみに大阪とは四天王寺の西大門から、何は図へ下る坂の名称で、後に、町全体を指すようになったもの。大化元年の大化の改新の時には、首都の南波長い豊か崎宮が、上町大地北端に造営され、日本という国語の使用とともに、元号の使用が始まった。その後も、首都や副都としての南波系が置かれた。後年、ほぼ、同じ場所である。 上町大地北端に、蓮如により、石山本願寺が開かれ、商工業が発展し、全国の浄土新州の総本山となる。その後、石山本願寺は、織田信長による10年にもわたる、激しい攻撃の末、ついに陥落した。信長はこの地に、壮大な城を築き、天下統一の拠点にしようと計画していたが、本能寺の変により信長は死去した。 そして豊臣秀吉が大阪城を築いたが、三方を河川湿地に囲まれた大阪城にあって、南はなだらかな上町大地に開かれており、多数の軍勢に圧迫される可能性のある城郭防衛上の弱点となっており、秀吉は後年、総構えとしてこの上町大地に堀を掘削する工事を行っている。また、徳川家康による大阪市路税の際、 豊富方の武将、真田の武が、総構から大きく突出した丸、前田氏、真田丸を築城して、弱点を補い、攻める徳川勢に多大な損害を与えた。上町大地は、宗教上、軍事上、公益上重要な場所で、大阪の基礎となる場所であったと言える。都会のオアシス、天皇寺公園天正11年に始まった、秀吉による、 大阪城下の整備は当初城町大地上に展開されたが、慶長3年に行われた大阪城三の丸の造営によって草加前掘りちとなった東横掘り伊合島。空堀北にいた町人たちは草加前掘り以外に移され、船場などの下町へ町人地の中心が移った。上町という故障もこれ以降に起こったものである。上町は東横掘り伊合のの街地を指す。 地域名称で、西から松山地筋、骨山地筋、そぎ筋、前安筋、谷町筋、上町筋などの道路が南北に通じている。船場に隣り合う地域はうち、町や東船場とも呼ばれ、船場に対応する形で、内町という町名がいくつかある。なお、現行住居表示の上町は、昭和19年に上本町一丁目が解消したもので、 昭和54年に、広小路町や寺山町などを、さらに編入したものである。大阪夏の神保に、大阪城下の復興にあたった松平忠明は、豊臣家に総加前堀内となっていた渡辺、玉津くの地に再び町陣地を置くこととし、伏見からの移住者を中心に再興を図った。ただし、町陣地にならなかった箇所も点在しており、それらは、 浜造平野口町の交通や吉江門に肝入りさせて、西成郡吉江門肝入り地となった。一方、草加前堀街となる、空ア跡以南に広がっていた屋敷地や、町人地は破却されて、年口となり、空ア跡は、吉江門肝入り地、五条宮に至る、屋敷地、町人地は、東成郡北平野町村や、南平野町船場の南、 島の内に隣り合う地域は御用河原市に払い下げられて河原土取り場となったが、この辺りは古来高津河原や高原焼の産地でもあった。また、後の大阪大空襲による被害が少なかったため、戦前の木造建築なども残っている。カラボリアとの変化において、屋敷地、超人地の破却に増して大きかったものは、四天王寺にかけて寺町群が形成されたことである。 大阪市中に点在していた寺院の内城土神州、以外の寺院が、上町が一条に移転され、東成群、小橋村、東高津村、天王寺村、西成群成功津村領内に、小橋寺町、八丁目当寺町、八丁目中、寺町、八丁目寺町、谷町筋八丁目寺町、生玉金中寺町、生玉中寺町、生玉寺町、生玉寺町 天王寺寺町、下寺町が形成された。伊護郷に至るまで、寺院の木々の緑が、上町大地を彩っている。歴史のある寺や神社、天王寺七坂と呼ばれる、第一生誕の崖地を降りる坂道、空襲から焼け残った空堀や、谷町六丁目付近の長屋の家並みや、商店街、上六の繁華街、昭和町、田辺、 手塚山などの戦前の郊外にあたる屋敷町、天王寺公園など、上町大地には緑の少ないと言われている大阪の都心でありながら、風情や緑のあるところが数多く残されている。なお、上町大地が大阪平野の真ん中に南北に直線上に突き出しているのは、豊中市から上町大地を経て、岸和田市にまで至る上町断層の力によるものである。 断層の最新活動時期は約2万8千約9千年前と思われ、平均活動間隔は8千年程度と推測されているが、過去の活動履歴がよくわかっておらず、活動間隔も最後の活動時期も絞り込めないため、地震発生確率ははっきりしていないが、警戒用の断層である。しかし、上町断層体全体が震源域の地震が起こった場合、 マグニチュード7.5程度の地震が発生すると推定され、堅固な地盤の上町大地より軟弱な地盤の周辺低地に大きな被害が出ると想定される。ありがとうございます。